松永さん、今回はですね、コンプリートボックスお申し込みありがとうございます。3月ですかね、トップバスの、報告いただきましたけれども、多分、まあ、そのドリアカにいろんな講義入ってる中で、まあ、ちょっと難しいっていうところも多分あると思います。ただ、まあ、ネットビジネスやってる人は全部あれをやってるので、うん、稼ぎたいんだったら、まあ、結局あれをやるしかないんですよ。でやってる人はもう本当に稼いでます、あれで、はい。ただなかなか情報発信ができないっていう場合は、もう今回のブックメーカー、あの取り赤の方にもですね、ブックメーカーの講義ありますけど、プラス今回のやつをプラスエッセンスでやっていただければ、まあ収益すごく出しやすいんじゃないかなと思います。もうすでにあの取り赤のブックメーカーの講義だけでもちゃんとやってる人はもう結果出ました、稼げましたっていう、報告もらってますんで、まあプラスで見ていただけるといいんじゃないかなと思います。あとは今回その黒子さんの予言っていうのが特典でついてますんで、そちらもぜひですね、1ヶ月試していただければなと思います。まあ、そうすると多分両方手法も勉強しながら、そのプロの見解ですね、もう見れるんで、めちゃめちゃ勉強になるんじゃないかなと思います。はい、ですね。まああともう本当身につければスマホだけで本当にお金稼げる、ものなんで、まあ、ここはもう信じて一つ、まあ、一点集中してやっていただいてもいいんじゃないかなと思います。でここで収益が出たら、収益が出せるようになったら、本当次のステップとしては本当にあのドリアカで教えてる情報発信の方に行っていただきたいなと。鷲津さんも結局情報発信ができるようになって人生変わりましたんで、はい、頑張っていきましょう。はい、ではですね、メールの方で詳細の方を記載してますのでご確認ください。今回はありがとうございました。